ちゃ買いました。3万円分買いました。すごい爆買いしてるよね。これは爆買いですよ。爆買いだよね。もう冷蔵庫入るかな。いや、そこがちょっと心配ですね。こんなにも買いました。調子乗って買いすぎた我が家にこんなたくさんの食料があるっていうことが初めてってことです。冷静に春お外に出れなかった頃の時より全然ある。40kgもあるから。ジャケ買いというやつで 1000g です。ただいまー。じゃーん。持てない、重すぎて。買ってまいりました。コストコで初コストコしてまいりました。もうね、こんなに体重計に乗せてみましょう。キュン。何キロあるんかね。何キロあると思う？予想は？私の体重よりも重そう。うそ！いや、そんなことない。そんなこと、2つ合わせたら。あ、2つ合わせたらね。人間1人分。そんなこと言ったら私の体重がバレてしまうので。2つ合わせて体重40キロぐらい。40キロもあるかね。で35キロ2つ合わせて。私はお米がさ、だってさ5キロとかじゃんね。35キロそんなないですね。え、でも分かんないよ。お米だったら持ち上げれるもんね。絶対20キロ。20キロです、予想は。パキン。じゃあまずこっちから。せーの。うわ、エラー出ちゃった。え、これエラーですか。エラーじゃない。完全に乗せます。もう一回ちょっと、もう一度。せーの。エラーだ。やばいですよ。なんでですか。重たすぎて。え、なんでなんでエラー。怒りたいですね。縦に乗せます。うん。せーの。でもそう乗ってないとダメだ。エラーだ。測りきれない重さっていうことでした。はい、そのくらい重いです。え、でもさ、別にさ、体重計なんてさ、100キロの人だってさ乗れるわけじゃん。人間じゃないからかも。ですよ、ですよ。人間じゃないことを感知してる。感知してる。はい、あ、感知ですね。感知。はい、感知です。感知。パキュン。それじゃあ買ったものを紹介します。まずちょっと冷凍がもうかなりヤバそうなんですけど、もう溶けてそうなんやけど、まずはおネギ。おネギ、ネギ、ネギ。この白ネギちゃんは、6本なの。9本も入った白ネギ。ネギはお鍋に入れることにします。そして次はパイナポー。可愛くない？この可愛さにやられました。ジャケ買いというやつです。可愛い、可愛いね。可愛い、映えてる。次はまた可愛いの。じゃーん、トマト。何この入れ物。ねえ、可愛くない？あは、パキン。次はじゃーん、もう分かった。私はもうお鍋が食べたすぎて、お鍋の具材をたくさん買いました。生しいたけです。しいたけ。次はごぼう。コストコで買わなくても良さそうなものを買いましたが、ごぼうでもすごいんよこれ。3、4、5、6、7、20本ぐらい入ったごぼう。ごぼうは腸にいいから体にいいですよね。やっぱ腸が綺麗になると肌も綺麗になると私は聞きました。次はアスパラ。次にじゃーん、このオリーブは私オリーブ大好きで、黒いオリーブも好きだけどこの緑のオリーブも大好き。そしてバナンちゃんがオリーブ大好きってことで。私は大好きです。好きなんだよね。オリーブは最高です。オリーブは私たちにとってどのような存在でしょうか。朝も夜も共にしてくれる、そんな食べ物でございます。嘘つけ。たまにしか食べませんけどオリーブは。オリーブ買いました。パキン。次にじゃーん、スモークサーモン。イエーイ。スモークサーモンはどこ産ですか。ノルウェー産です。オリーブと合わせて。そうなの、おつまみ。スモークサーモンを買いました。よいしょ。次にもずくのスープにじゃーん、これ私すごく楽しみなんですけど、マシュマロです。うっそー。マシュマロじゃなくって、これはチーズなんですけど、冷凍して冷凍チーズで、こんな風に、この写真明らかにさマシュマロよねこれ。なんか白すぎん。モッツァレラハールタイプって言うんだよ。このチーズ超楽しみ。私チーズ大好き。で次はお豆腐。私びっくりしちゃった。コストコって賞味期限がマジ今日とか明日とかのレベル
ールで短いのね。だから安いんかな。とにかく賞味期限が短いものがすごい多くて驚きました。その中でも長いやつを選びました。あ、もう解凍されちゃった。ブルーベリーです。冷凍ブルーベリーは買った方がいいよって言われたので、コストコ行くならこんなずっしり入って使いました。パキン。次はアポロ、大好きなアポロ買いました。45袋も入ってる。1ヶ月以上食べてます。アポロかわいい。そしてこちらの、私もよく分かってないんですけど、お酒です。うん、これは果実酒、まあワインですね。シャンパン、あ、シャンパン、シャンパンです。ちょっと大人っぽくシャンパンで乾杯っていったところですか。チーズもスモークサーモンもおつまみ系がいろいろあるので、オリーブとか。次はローストポーク、すんごい量入ってるこのローストポーク。美味しそう。ハーブ&スパイスローストポーク、朝ごはんにぴったりかなと思って。次、舞茸。見てこの分厚さ。これをね、ホイルに巻いてバターを落としてじゅわっと。山のお肉、舞茸です。私ね、キノコ類が大好きなんだよね。だから I love キノコということで、エリンギも買いました。あー、これもバターで焼いて美味しいんだよね。鍋に入れてポン酢で食べるのもよし、お塩で食べるのもよし。このさ、キノコの噛んだ時のこのキュッ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 。次、パキン。不思議な食べ物を買いました。じゃん、これなんとアスパラガスらしいんですよ。けど私の知ってるアスパラガスではない。これなんだかちょっとカマキリっぽい感じのアスパラガスを買いました。まあ朝ごはんになんか卵と炒めて食べてもいいかなって思って買いました。あ、そしてこちら、これはルイボスティーです。オーガニックルイボスティー。なんか最近はね、なんかお茶の味とかもしっかり分かる大人になってきました。なんかちょっとお客さんが来た時とか誰か来た時に、ルイボスティーですどうぞっていう風に入れられたら出来上って感じするなと思って。次は、あ、これなんかコストコで人気らしいね。ハッシュドビーフ。ハッシュドビーフです。美味しそうと思って、これにこれとご飯で食べたらさ、美味しそうじゃんね。いつでもご飯食べれるから。じゃーん、ハッシュドビーフに、こちら今日の晩ご飯です。台湾風まぜそばキット。じゅるりじゅるり、うまそう。見て、絶対美味しいやん。おネギもたっぷり、卵も2つ。これキットってか作るってことなのかな。温めたら食べれるのかな。 1000g です。 1000g？ 1000g ですか。やばいですね。 100g あたり178カロリーだから、 1000g なので単純に1800カロリーを分けて食べるので、ピーですねこれは。じゅるり、パキン。次はじゃーん、まだ食べ物、この消費期限が明日なので明日までに食べます。でも超美味しそうなんやけど、これすごいんやけど、見る？キノコにエビに貝にタコにシーフードがたくさん詰まったアヒージョ。なんかパーティーできそうだね。クリスマスパーティー、なんかみんなで集まってさ、パーティーとかするときにはすごくいいよね。次は私の大好きな明石焼き。明石焼き私めっちゃ好きで、関西いる時とか結構食べてたんやけど、バナナちゃん食べたことないよね。明石焼きってもうめちゃくちゃ美味しくて、たこ焼きをソースつけずにお出汁にポチャンって入れて食べる感じなんやけど、めっちゃ美味しいのよ。でもこの冷凍のお味がどのぐらいのものかちょっとわからないけど、久々に明石焼き食べたいなと思って買っちゃいました。8人前とか入ってるからちょびちょび食べていこうかなって思います。明石焼き、パキン。次はこれです。オマールエビのビスク。ビスク、これはスープ、エビのスープ、美味しそうと思って買いました。温めるだけでできる、美味しそう。コンポタージュとも迷ったけどこっちにしました。じゃん、次はこれはね、食べ物じゃなくってグラスなんやけど、可愛かった。ちょっとシャンパンも買ったことだし、大人なのでシャンパングラスというか、こういうグラスを持ってなかったので、こういう風に。可愛くない？これこんな感じでボコ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 ってなってて可愛いよね。オレンジジュースとかリンゴジュースとか入れても可愛さそうと思って買いました。そして最後はじゃーん、パイプユニッシュ。これは使ったことない人はぜひ使ってください。もうみるみる汚れとか髪の毛とかを溶かしてくれる。詰まりも匂いも解消。私はこれあれですね、お風呂とか洗面台とか
にこれやります。懐かしいな。パイプユニッシュは私が3、4年前ぐらいに住んでたお家の排水口がなんかめちゃくちゃすぐ詰まるような排水口で、引っ越してきてすぐなんか匂いに異変があって、臭いみたいな感じやって、そんな時助けてくれたのがパイプユニッシュでした。パイプユニッシュは何も言わずすぐに私の生活を助けてくれたんです。ただ流すだけ、それだけです。それからパイプユニッシュへの信頼は分厚くなっております。パイプユニッシュ3つ入りも買いました。あとはキャンパスノート、私はノートをめちゃめちゃ使うからノートも買いました。以上です。パキン。すごい、こう見ると初めてのコストコにしてはすごい買い物じゃないですか。いい買い物したんじゃない。さあ、パキン。うんうん、懐かしいな。 I have a pen. I have an apple. うん、懐かしくない。ペパイナップアップペン。できました。超いい匂いする、これ。我が家の冷蔵庫をご覧あれ。お嬢様、お手を。はい。あ、カメラです。すいません。失礼いたしました。我が家の冷蔵庫がこんなにもみっちりぎっちり敷き詰まったことがあるでしょうか。じゃじゃじゃーん、じゃーじゃじゃーん。ぎゅっしり敷き詰まりました。冷凍庫はと言いますと、じゃーん、まあまあだな、敷き詰まりました。パキン。というわけで今日の動画はこれでおしまい。初コストコ楽しかったです。じゃあ皆さん今日もお疲れ様。次の動画も見てね。パキン、バイバーイ。